3、2、1、GO! はい、まずグッドモーニングからいきます。背筋を伸ばしたまま太ももの裏をグーッと伸ばして、で戻ってきます。でゆっくり繰り返しましょう。しっかり太ももの裏が伸びていることを意識します。背中にも効きますし、足の太ももの裏にも。はい、ワイドスクワットです。はい、もうちょっと開いて足で、膝とつま先を同じ方向に、そうですね、内ももにしっかり効かせるように、お尻から後ろに突き出していきましょう。もうちょっと前に来てもいい。うん。お辞儀する感じですね。お辞儀して戻ってきます。これも筋肉痛になりやすい種目ですね。ワイドスクワットも結構筋肉痛になると思いますし、グッドモーニングも足の太ももの裏は普段あまり伸ばさないので筋肉痛になりやすいです。正面を見据えて、五郎丸みたいになってると。あ、そうか。マジやん。五郎丸でいいけど、うん、まあ、手はね、どういう風にやってもいいんですけど、組んでもらってもいいですし。次のセット。足場の後やから。出ないようにしないといけないので、ある程度広く足を広げないといけません。足のスタンスが狭いと膝がつま先より前に出て前ももに効きやすくなってしまいます。このフォームでのワイドスクワットの時もしっかり内ももに効いてることを意識しながら行いましょう。ないので、呼吸のタイミングは自分のタイミングで吸ったり吐いたり、呼吸をしていたら大丈夫です。はい、ワイドのスクワットの時、股関節から曲げるということを意識しないと前ももに効きやすくなってしまいますので、股関節から折り曲げると、お尻を後ろに出すということを意識してやってください。で、上体は倒れないようにまっすぐ、顔は前、目線前、前前、うん、前を見据えて。はい、あと半分です。暑いな、クーラーかけてても暑い。この筋肉をしっかり伸ばすっていうのがすごく大事になってきますので、このグッドモーニングでもワイドスクワットでも使っている筋肉をしっかり伸ばすことを意識してください。3、2、1、3、レスト、2、1、9、
ャンプ。ワイドスクワットでは足の付け根の内ももの筋肉がグーッと伸ばされます。グーッと伸ばされる。ちょっと上体が前に来てるからしっかり立てて、そうそうそう。でも股関節も使わないといい。しっかり太ももの裏伸ばして、この筋肉を意識したりとか、そのきちんと股関節から曲げるみたいな動作ができるようになってくると、効き方が全然変わってきます。でも股関節から曲げて、そうそうそう、膝が内側に入ってこようとするので、しっかり膝は外側に向けて、そうそうそう。できるようになるんですけど、意識して練習してないとなかなか最初は難しいんですが、練習を続けていくということが大事になってきます。一回やってできなかったからといって諦めないように、ずっと続けるようにね。意識するポイントをきちんと意識して、一回一回を重要に大切にやっていきましょう。あと5セット。結局スクワット系が一番代謝が上がりやすいので汗も出やすいと思います。ということは、体重を落としたい人はスクワット系のメニューを入れた方がいいということも言えますので、減量したい人はぜひスクワット系をやりましょう。代謝が上がるので体重も落ちやすく、お腹の脂肪も落ちやすいです。もちろん代謝が上がるので、全身の脂肪が落ちていくわけなんですけれども、その過程としてお腹の脂肪も落ちていきます。特に股関節をうまく動かしていたら、股関節と腹筋隣接していますので、そのお腹の部分にも効いて、お腹がぺったんこになると。今日行ったトレーニング2種目も非常にいい種目ではあるんですけれども、毎日これを行うんじゃなくて、いろんなバリエーションを持った方がいいので、今回のビキニボディチャレンジの中にはたくさんのバリエーションを持たせてますので、順番に行っていくようにしましょう。同じものだけに偏らないようにしましょう。あと2セットで終わりです。気づいたら終わってんねんけど。でどんな運動をするときでも呼吸を止めないようにするっていうのだけ意識してください。吸ったり吐いたりするタイミングは別にそこまで気にしなくてもいいので、きちんと呼吸をするということだけは忘れないようにしてください。はい、最後です。もしきちんと呼吸ができてなかった場合は、頭痛がしたりとか、そういう症状が出てきますので、呼吸をして、酸欠にならないように、ね、トレーニングして頭痛がするんだったらなかなかトレーニング継続できないと思いますので、そういう人は呼吸を意識して行ってみてください。3, 2, 1, 3, rest, 2, 1, time completed!